王子と小記はアメリカの作家マーク・トウェインが1881年に発表した児童文学作品である。16世紀のイングランドを舞台に実在の若き国王エドワード6世を主人公とした冒険版でトウェインはこの作品を通して子供の視点で16世紀のイングランドの世情を痛烈に皮肉った。日本語訳は1899年。 岩屋さざなみらにより、古事記王子の役代で、文武堂から、1927年、村岡花子により、王子と古事記の役代で平凡者から交換された。なお、題名の古事記が、差別用語に当たるとして、近年の日本語訳は、古事記とひらがな表記したり、王子と少年の表記もある。1537年10月12日、イングランドに2人の男児が生を受けた。 カズトは、時の国王ヘンリー・パッセイの死士として生まれた、エドワード・チューダー。もう一人はイングランドで最も癒しい貧民屈に、生まれた、トム・キャンティだった。エドワードは、未来の国王としての期待を一心に受け、豪奢な宮殿に住んで、温かい食事や高級な衣服を与えられ、何十人もの家臣や次女に貸し付かれ、何 不自由ない暮らしの中で育ったが、堅苦しい宮廷生活に嫌気がさし、外に暮らしている子供たちの持つ自由に憧れていた。一方トムは、飲んだくれで乱暴者の父親を持ち、汚い蛇屋に住み、金もないためにパン一つ買うことすらできず、常に寒さに震え、飢えと乾きに苛まれていた。また、働かない父の代わりに物乞いとして、道端で金や食べ物をもらっては、たった、 これぽっちかと、父から暴行を受ける日々を送っていた。やがて10歳の誕生日を迎えた二人は、エドワードの住居である、ウェストミンスター宮殿の門前で、運命的な出会いを果たす。日頃から自分とは全く違う、恵まれた生活を送るエドワードを羨んでいたトムは、王子の姿はどんなものかと宮殿の柵に駆け寄り、一目見ようと身を乗り出す。その時すかさず万平がトムを捕らえて、 宮殿の敷地からつまみ出そうとした。すると、やめよ。という威厳ある声が背後から聞こえた。その声の主は今まさにトムが見ようとしていた、エドワード王子だった。危ういところを助けられ、トムは王子に礼を言う。すると王子はトムに、宮殿の中へ入るように勧めてくれた。トムは身分の差を感じて一度は断るも、ついに宮殿の中へ入ることに。 エドワードは見たことのないトムたちの生活をしきりに聞きたがった。話し合ううちに二人はお互いがまるで双子のようにそっくりな顔をしていることに気づいた。そこでエドワードは今だけ互いの服を交換し、それぞれ入れ替わって過ごすことを思いつく。そして二人は互いの服を取り替えるも、小敷のトムとして外へ出たエドワードは早速万平に見とがめられ、外へ追い払われてしまう。 一人残されたトムは、宮殿内で、家臣や貴族たちにいぶかしがられるたびに事情を説明しようとするがどうしても、王太子、エドワードとしてしか見られない。一方のエドワードは、ゲゲの人々と会って話をし、貧困にあえぐ、民の姿を見ることで、世の現実を身をもって味わわされることになる。トムもまた、どう見ても馬鹿げているとしか思えない宮廷の制度を見る、うちに、 トに囲まれていると思われた王室の生活に虚しさを覚えるようになった。そして、互いが偽りの生活で受難する日々の中、ヘンリー・パスセイが崩御する。エドワードはトムの退官式を阻止すべく、王宮に向かうが、貧しい身なりの彼の主張を誰も信じようとせず、登場人物の中には実在の人物も含まれている。1881年の初版の教え、多数の舞台が、 映像化作品がある。待遇は異なるが容姿が似ている。登場人物が入れ替わって周囲から誤認されたままとなるストーリーについては、ストーリー類型の一つとして成立し、その後も様々な作者の手によって、同様の形式を持つ作品がよって作られている。ありがとうございます。